インスタントレタリング書体は、ノイエ・ヘルベチカインスタントレタリングは、乾式に転写可能な文字等が印刷されたフィルム。一般にインデタと略されることが多い。インスタントレタリングは透明なフィルムの裏面に文字などを印刷し、乾圧式の接着剤を塗布したもので、紙などに乗せて、フィルムの上からすることでインクのみが転写される。紙以外の素材にも転写が可能であり、デザイン、製図、 建築模型など様々な場面で用いられていた。通常フィルムには多くの文字や記号などが印刷されており、フィルムの転写したい文字などを転写したい部分に当ててすることにより使用する。また、文字だけでなく太さが均一で歪みのない直線や図形を転写するためにも用いられる。転写の際にするにはインクの切れたボールペンや爪楊枝も使用できるが、 バーニッシャーと呼ばれる先端が休憩になった専用の工具もある。インスタントレタリングはイギリスのレトラセット社が1961年に最初に発売したもので1980年代頃まではデザイン業界を中心に広く使われ多くの種類が生産されていた。ワードプロセッサーが普及する前はカセットテープなどのタイトルラベルに曲名やアーティスト名を インスタントレタリングを用いて記入することも一般的だった。その後パソコンの進歩によりデザインの作業がパソコン上へと移行するに従い徐々に需要も減少し2015年現在ではインスタントレタリングを生産していたメーカーの多くがすでに生産を終了したり種類を大幅に整理したりしている。一方顧客が作成した原稿をもとにインスタントレタリングを 作成するサービスを行っている企業もいくつか存在する。現在日本ではインスタントレタリングは商標登録されておらず普通名詞として使用されているがインスタントレタリングはデトラセット社の登録商標であり英語ではこの種の製品は通常ドライトランスファーと呼ばれている手書きや塗装では表現することが困難な小さな文字等やマークなどを転写でき 周囲に透明な余白の残るデカールやステッカーとは違って文字だけを転写できるので鉄道模型の車両番号やマークなど模型には現在でも用いられている特に模型用として作られたものはドライデカールと呼ばれることもあるかつては転写マークとも呼ばれていたしかし模型用の場合は対象が立体であるため綺麗に貼り付けるには するるる力加減などののああ程度のコツが必要である一部分がフィルムに残り文字の途中で切れてしまう失敗も少なくない。また一度転写してしまうとその後の調整は不可能である。さらに製造から年月が経つと糊の劣化から全く転写できなくなることもある。貼り付け先が凹凸が激しい、狭い、インレタ転写が苦手などの場合、透明デカールや 透明ステッカーに転写してからそれを切り出して貼るという方法もある。なお、定着補助材各種は模型用といえども本商品とは相性がすこぶる悪く、むしろ逆に定着の妨げになるために用いることができない。ありがとうございます。